はい、皆さんこんにちは、伝説のDです。さあ、先日第五神格の運営さんが新バージョン予告生放送というのを行ってですね、まあ、その中でいろんなキャラクターの調整であったり新情報というのを発表しました。で、僕もですね、その生放送をまとめた動画というのを過去に上げてるんで、ぜひね、まだ見てない方いたら見てください。で、今回の動画はですね、その生放送で行われた発表、まあ、新情報がちょっとあまりにも内容が濃すぎてですね、僕の過去の動画で紹介しきれなかったものというのをね、紹介していきたいなというふうに思います。中にはですね、なんと今すぐ無料のガチャが3つ、もらえてしまう、方法なんかもね、紹介していきますんで、よかったら動画の方を見ていってください。ではね、早速喋っていこうと思います。まず一つ目なんですが、第五神格にですね、衣装復刻投票というのが、またね、やってきます。これね、前回は1年前にあったんですけど、まあ、最近は毎年ね、行われているこの衣装復刻投票、というもので、こちら、画像のね、ご覧いただいている通り、3月の16日から、3月の21日がですね、投票期間となっておりまして、このね、期間内に投票された衣装が復刻するといった形となっています。で、この衣装復刻投票なんですが、もう内容がめちゃくちゃ豪華でして、1年前に行われたね、衣装復刻東京の時に、復刻した衣装のラインナップがこんな感じでして、まあ、芸者の、白服だったり、芸者の衣装2つ、リッパーの三途の川渡り物、機械石の枯れない花、祭司モーガン・ルフェ、今宵こそ彫刻師、今宵こそ、そして衣師のホタル、さらにさらに、神髄の衣装から祭司と、写真家の衣装、そしてさらに、こちら、ハスターと占い師の衣装ということで、合計でですね、こちら、1、2、3、4、5、6、7、8、9、11種類のものね、衣装がね、復刻 しました、1年前は。なんでね、今年もね、同じようなルールで行われるみたいですので、今回も大量に衣装が復刻します。ですので、皆さん、今のうちにですね、まあ、これ、ショップの、販売される衣装部門と、ガチャで ある衣装部門という、部門でね、分かれて投票が行われますので、まあ、今のうちにね、何に投票するかね、ぜひ考えておいてください。しかもですね、今回の、この投票なんですが、前回よりもパワーアップしているらしくて、投票できる衣装の種類もね、増えるみたいで、さらに、投票するだけで、なんとね、ゲーム内のアイテムももらえるみたいです。まあ、こちら詳しい、まあ、条件とかね、また新しく出ると思いますので、そういったのが分かり次第、またね、動画にしようと思うので、それも楽しみに待っていてください。はい、ではね、次の情報いきたいと思います。次はですね、まあ、冒頭でも言った、ガチャを3つもらう方法についてです。なんとですね、こちら、先日行われた第五神格新バージョン予告生放送でね、第五神格の公式さんが行った生放送なんですが、この生放送中にですね、なんといきなり、このガチャがですね、配布されたんですね、3個。いや、本当にこれはびっくりしました。まあ、実際の画像がこんな感じなんですが、新バージョン予告生放送視聴ボーナスということでですね、まあ、この記憶秘宝9シーズンが、3個ですね、もらえる、引き換えコードが、まあ、この、画面にいきなり出てきたという感じでございます。で、こちらですね、引き換えの期間が2023年の3月12日の23時59分59秒まで有効となってまして、もう本当にこれ引き換えの期間がね、めちゃくちゃ短くなってます。はい、ですね、皆さんぜひ、この期間内にね、ゲットしてください。でですね、この気になる引き換えコードなんですけど、こちらですね、僕の、この固定コメントもしくは、概要欄にあるリンクからですね、この第五神格の新バージョン予告生放送の動画にね、飛べるようになってますんで、この動画に飛んでいただいて、この動画の最後の方にですね、この引き換えコードが表示されてますんで、ぜひね、そこで引き換えコードを確認して、そのコードを使ってね、ゲットしてみてください。でですね、まあ、引き換えコードが分かりましたら、同じくね、リンクを貼っておくんですが、ギフトコードを使うサイトから、まずアジアサーバーを選択していただいて、自分の ID をね、入力してください。で、これをね、入力すると、引き換えコードを入力する場所が出てきますので、そこにね、入力していただければ、ゲーム内にね、そのアイテムが届きます。僕もですね、実際にね、アイテム交換したんですが、本当にね、秒でね、届きました。はい、という感じでね、ぜひね、皆さんもね、やってみてください。はい、ということで次のね、情報いきたいと思います。次なんですが、第五神格のコラボに、ついてですね、これですね、前回の動画でなんで紹介しなかったかと言いますと、これがですね、コラボ2つ、発表されたんですが、なんと、中国版限定のね、コラボだったんですよ。そうなんですよ。なんでね、ちょっと、前回の動画では喋らなかったんですけど、まあ、かなりね、興味深い内容となってますんで、ちょっとこち、今回の動画でね、紹介させていただきます。まずですね、こちら、第五神格のコラボでですね、ケンタッキーとのコラボが、発表されました。
まあ、過去にもですね、大五人学中国版の方でね、ケンタッキーとのコラボありまして、こんな感じのね、超高種のめちゃくちゃ可愛い衣装がね、もうがっつりケンタッキーフライドチキンのね、衣装を着た、ものがあったんですが、今回はですね、なんと、漁師グレイスとのコラボがね、発表されました。まあね、グレイスめちゃくちゃ人気ですから、これね、あの皆さんも欲しいと思ってる方も多いと思うんですが、まあこれ日本に来ないですかね、どうなんでしょうね。まあかなり、前回のコラボからでも時間経ってるんで、ちょっとね望みが薄いんですけど、まあ中国版の方ではね、このコラボが来てますので、まあ、もし中国版をプレイしている方がいたらね、ちょっとこの際にゲットしてみてください。で、僕もですね、何かしらの方法でちょっとね、この新しい映像、グレイスの、ね、ケンタッキーの衣装を着た、映像っていうのをね、ちょっと撮れたらいいなと思ってますので、まあ、そこはちょっとね楽しみに待っていて、いただけたらと思います。そしてですね、もう一つ、コラボが発表されておりまして、同じくね中国版限定で、人にあらざるかなというね、漫画とのコラボがね発表されました。まあ、これについてもですね、中国限定というのが、まあ、ちょっとね気になるんですけど、まあね、ほんと羨ましい限りですね。まあ、これについてはね、どのキャラクターとコラボするかまだ発表されていないので、またね発表され次第、また何かしらの方法でね皆さんに映像の方をお伝えできたらいいなというふうに思ってますので、ぜひこちらも楽しみに待っててください。いやー、本当に羨ましいですね、中国版限定のコラボ。あの過去にもね、ローソンとのコラボなんかもね中国限定で行われたりしてて、結構多いんですよね、中国限定のコラボ。まあ、なんでいつかね、まあ、日本限定のコラボとかもね、来たら嬉しいなって思っております。はい、ということで皆さん、今回の動画もねご視聴いただきましてありがとうございました。ちょっと前回の動画でね、紹介しきれなかった部分を紹介したんですが、まあ、いかがだったでしょうか。あのガチャについてはね、本当にあのやるだけであの得するものとなってますので、期間がね、3月12日の23時59分59秒までなんで、これじゃあ、この時間内にねぜひねやってみてください。はい、ということで皆さん、今回の動画もご視聴ありがとうございました。ではまた次の動画でお会いしましょう。動画見てくれてありがとう。これからも第五人格の最新情報やプレイ動画をアップしていきますので、よかったらチャンネル登録お願いいたします。それでは次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。